かな憧れは TBS スパークル所属のフリーアナウンサー。元北海道放送アナウンサー。名前の憧れは本名である。愛知県豊橋市生まれの東京と育ち。名前の由来はわらべのような純真な心を大切にしてほしいと願って父親が名付けた。読みにくい名前よりも正しく読んでもらえるように送りがなをつけた。珍しい名前なので、 病院などで呼ばれると注目されるという大変さもある。小学生時代にはアメリカ合衆国で生活していた。日本への帰国後、中学生時代にはバドミントン、高校時代にはチアリーディングの経験がある。2010年に筑波大学附属中学校、高等学校を卒業し、慶応義塾大学総合政策学部へ進学。在学中には2010年ミス。 鎌倉や2011年ミス SFC に選ばれた。また、BS 富士ニュースや ULALA7 に学生キャスターとして出演。2014年3月9日には、名古屋ウィメンズマラソン2014一般の部において5時間3分28秒で完走を果たしている。2015年にも同マラソンに参加し、完走している。大学卒業後の2014年に、 北海道放送へ入社。同年10月からアナウンス部に配属された。同期入社は矢萩翔太郎。2015年7月より NHK 民放連共同ラジオキャンペーン委員北海道、北ラジで HBC ラジオの北ラジサポーターを務める。耳目目耳の高尾幸紀とは大学の同級生で交流があり、好きな楽曲は瞬間リアリティ。 2017年3月北海道放送を退社し、同年4月より、キャストプラス所属のフリーアナウンサーとなり、TBS ニュースバードのキャスターに就任。2020年9月の退任まで、主に TBS ニュースワイドのキャスターを務める。同じ TBS ニュースのキャスターである、袴田彩海とは、誕生日も一緒に当たる。TBS ラジオ小森や徹の、 明日話したくなるラジオ第38回内で結婚、妊娠中を発表。テレビラジオテレビ以下は HBC が加盟する TBS 系列局制作の番組で第65回札幌雪祭り会場からの生中継リポートを担当。ラジオラジオカバー出演に AB 北海道新聞に気まぐれ憧れのなんだこれ ?2015 年5月15日付記事。 新聞記事の画像を閲覧することができる。2020年12月25日放送分をもって三級に入り、2021年3月まで代役を当時の水曜サブキャスターの川島彩が兼任で務めていた。再放送のラストゲストとなった。ありがとうございます。